はいどうも。今回はこの方。ふむ、前回ちょっと出た、平野正門さんね。うむうむ。有名なんだけど、歴史上、何をしたのかパッと思い浮かばない。なんてこともあると思うので、平野正門さんが何をしたのか。それから、例の伝説についても見ていこうと思うよ。例の伝説。まず、いつ頃の人かというと、10世紀前半に活躍した人なんだけど。生まれた年には諸説あって、有力なのは903年だよ。903年。菅原道真さんが、亡くなった年ね。うむうむ。不思議な縁があるようだよ。で、正門さんは名前の通り平氏なんだけど。平氏というのは、桓武天皇の子孫で、桓武平氏とも呼ばれるよ。桓武天皇以外の流れはないの？任明平氏、文徳平氏、高校平氏があったけど、後世には残らなかったみたい。へぇ。で、桓武天皇の孫、またはひ孫と言われる、高持王が親戚降下して、平氏の祖となったよ。スルーか。で、この高持さんが、上総の国の国司になって、国家、義兼、義政、三人の息子と共に、上総の国にやってきたよ。で、正門さんは？この三兄弟の三男、義政さんの子。ということは、国家さんと義兼さんはおじさんね。うむうむ。でも正門さんは、田舎は嫌だったのか。15歳くらいで上京するよ。都で一旗あげようと思ったのね。うむうむ。そしてなんと、藤原北家の最高権力者だった、藤原の忠平さんに仕えるよ。っていうかね。忠平さん、なんで柱に隠れてるの？シャイなのでは？忠平さんの兄は、あの藤原の時平さん。菅原道真さんを、太宰府送りにしたって言われる人ね。うむうむ。でも忠平さんは、兄と違って、菅原道真さんを擁護したみたい。で、兄の時平さんが若くして亡くなったので、その後実権を握ったよ。そうなのね。そんなすごい人に仕えたのなら、正門さん、出世間違いなしでは？ところが思ったほど出世できなかったので、ふるさとに帰ることにしたよ。おう。東京暮らしで打ちのめされて、田舎に帰る感じか。ところが、ふるさとで温かく迎えられるどころか、931年、おじの国家さんに、襲いかかられたようだよ。なんでや。一説によると、正門さんの父親の、義政さんがすでに亡くなっていて、その領地を、勝手におじたちが、分割して自分のものにしてたので、正門さんが帰ってきたら邪魔だった、とのこと。それが本当だとすると、ひどい話だね。染谷川の戦いと呼ばれるけど、勝ったか負けたかよくわからないようだよ。何それ。平野義文という人が助太刀してくれて勝った、という記録もあるし、それでも負けてたった7騎で逃げるところを、妙見菩薩に助けられた、というお話もある。妙見様に。まあとにかく、帰郷していきなりおじさんに襲われたけどそこは助かったと。うむうむ。次はその4年後、935年。今度は源佑という人に襲いかかられるよ。源佑。それにしてもよく襲われるね。どういうこと？佑さんは、源守さんの息子なのね。守の息子が佑。ふむ。で、守さんは、平野真希さんという人と、土地の問題で揉めてたのね。守さんと真希さんが揉めてた。ふむ。で、真希さんは正門さんに、調停を頼んだのさ。調停といっても、実質味方についてくれ、ということだけど。それで、父の敵に味方するのかっていうことで、佑さんたちが襲ってきたのね。しかも、佑さんの父の守さんの娘は、平野国家さんの妻だったのさ。国家さん。前に襲いかかってきたおじさんか。結局、正門さんから見ると、おじの国家さんは敵だから、源守さんも、もともと敵の仲間だったのか。その上、平野真希さんの味方もしたから、さらに関係悪化したのね。うむうむ。結局、襲いかかった佑さんは、返り討ちにあって戦死しちゃうけどね。マルチタスクアタック破れたり。この935年の戦いを、野元の戦いというけど、ここから正門の乱スタートということもあるよ。ふむ。で、佑さんを返り討ちにした後、正門さんは守さんの本拠も襲って焼き討ち。これで国家さんは戦死。守さんは助かったのね。うむうむ。でもこれを見て、これまたおじの、平野義政という人が、兵を集めて、正門さんに襲いかかるよ。正門さん。おじさんに嫌われすぎじゃない？っていうか、正門さんの父親の時を、勝手に分割しちゃったのはおじたちなんだけど。そうだったね。でもなんで義政おじは、いきなり襲いかかるの？義政さんも、源守さんの娘と結婚してたから。守さんは、正門のおじさんたちの、義理の父親だったのね。うむうむ。
敵と味方を整理するとこうなる。タスクさんとクニカさんはもう倒しちゃったね。うむうむ。で、ヨシマサさんも撃退。ヨシマサさんは、兄の、平のヨシカネさんに助けを求めたので。ヨシカネさんは、クニカの長男、平のサダモリさんを誘って、マサカドさんに戦いを仕掛けるも。撃退されて逃げることになるよ。むむ、混乱してきた。整理しよう。敵、多すぎ。こんなに味方を集めても勝てない、マモルさんは困った。そこでマモルさんは、朝廷に訴える作戦に出るよ。おう、なんかフェアじゃないような。で、マサカドさんとマキさんは、都に呼び出されて尋問されるけど、ちょうど、スザク天皇が元服したとかで、めでたいので退社となって解放されるよ。ふむ。で、帰ってきたところを、また、おじさん連合が襲いかかるんだけど、おじさんたち、今度は、マサカドさんの祖父と父の、肖像を掲げて戦いを仕掛けてくるよ。いや、ちょっと待って。なんでそんな肖像？いや、絵が見つからなかったから。まあとにかく、この作戦が効いたのか、マサカドさんは、敗走することになるよ。敗走ですか。え？いや。で、おじさん連合、これまで勝てなかったマサカドさんに勝って、調子に乗ってしまったのか、マサカドさんが管理してた、朝廷の牧場も破壊してしまうよ。それは大失敗だね。これをマサカドさんが朝廷に訴えたので、おじさん連合の方が、朝廷の敵とされて、結局、ヨシカネさんは撃退された後病死。マモルさんはいつの間にかいなくなったけど、多分病死。ヨシマサさんも消息不明。おじさん連合は崩壊したよ。おじさん。まだ平のサダモリさんが残ってるね。おじさんじゃなくて、いとこだけど。うむうむ。さて次に。マサカドさんは、お清王&源の常本さんと、武蔵の竹芝の争いの朝廷に乗り出したのね。お清王と常本さんは、どっちも国士？うむうむ。ゴンの神、と、スケ。ゴン、っていうのは、代理みたいなものだね。神とスケは、司徒官、神助上佐官の、上の二つだね。うむうむ。神が一番上で、その代理ってことね。で、その国士の下の軍事。これは地元の人から任命されるので、京都からやってきた国士と、対立することもあるよ。ふむ。その対立を調停しようとしたのか。で、うまくいきそうだったのに。何を思ったか、竹芝さんが、常本さんの陣営を包囲したので、常本さんは京都に逃げて、これまたなぜか、正門が謀反と、朝廷に訴えるよ。なんでやねん。正門も竹芝とグルだ、と思ったんじゃない？で、正門さんの元上司の、藤原の忠平さんが取り調べて、無実が証明されたので、源の常本さんの方が罰せられたよ。それはよかった。ちなみに、源の常本さんって、清和源氏の祖だね。祖なんだね。祖なんだよ。まあとにかく、源の頼朝さんの先祖だね。意外と言っちゃなんだけど、ここまでずっと、正門さんって朝廷側だよね。そうなんだよね。でもこの後、人を助けたせいで、いつの間にか、反朝廷の立場に、立たされてしまうよ。断れない性格なのか。まず、さっきも出てたお清王。この人は、元皇族の方なんだろうか。詳しいことはよくわからないらしい。この人、武蔵の権の神だったんだけど、そこに、正式の、武蔵の神が赴任してくるのね。で、その人とうまくやれなかったらしくて、お仕事を放り出して、そうだ、正門さんとこに転がり込もう。と。なぜ？以前、竹芝さんとの対立の件で、お世話になって、これは頼りになる。と思ったんじゃない？つまり頼めば断れないだろうと見抜いてたのか。そこはわからないけど、正門さんは頼られたら拒絶はできず、お清王を受け入れることにします。うちの上司がひどいんですよ、正門さん。このままじゃ鬱になっちゃいますよ。って感じで言ったのかな。そこまではわからぬ。でもまあこの人はまだいいんだ。問題は次の人なんだ。藤原義明さん。藤原の春明さん。春明。読めないでしょ、普通。で、この春明さん、評判悪かったみたいで。昭文記には、民の毒害と書かれてるそうな。それはひどい言われよう。で、春明さん、収穫物を横領して、税は一切納めないし、国の蔵はお掃除で、国士に追われてしまったので、正門さんのところに来て、かくまってください。と。いや、かくまわないでしょ、普通。でもかくまっちゃうんだな。やっぱり断れない性格なのか。で、日立の国の国士のところへ行って、春明さんを捕らえるのをやめるよう要求。当然、国士は拒否して、それどころか戦いを仕掛けてきたので返り討ち。これで正門さんは、朝廷の敵となってしまったよ。なんてこった。っていうか、なんでそんな人かくまうんだ。
どうも、正門さんからすると、認識が違ったようで。正門さんは、元上司の藤原の忠平さんに、こんな手紙を送ってるそうだよ。なるほど。悪いのは、初期ヘルメッポみたいな、国士の息子であると。ヘルメッポとはどこにも。で、正門さんを恨んでた、いとこの平貞盛さんが、この機会に一緒に戦いを挑んできたと。でもなんでそこに平貞盛さんがいるの？と思うよね。正門さん、はめられたのか？真相はわからぬ。でもこれで国士を倒してしまったので、反乱確定となってしまうよ。これが939年。正門の乱はここから、ということが多いね。そしてここで、さっきの浮世王が、火に油を注ぐようなことを言うよ。要するに、一国奪っただけでも重罪なんだから、ついでに関東全部奪っちゃえよと。言う、やっちゃいなよ。と。うむうむ。じゃあそうするかってことで、あっという間に関東一円を制圧してしまうよ。強いな。そしてまたそこに、怪しい人物が。何者？正体不明の巫女さんだよ。巫女さん。巫女さんがふらっと現れて、突然神がかりして。私は八幡大菩薩の使いである。あなたに位を授ける。菅原の道真公も支援する。と。ここで菅原の道真さんが。で、正門さんは、わかったと。正門さん、さっきから素直すぎないかい。まあとにかく、ここで正門さんは親王となるよ。でも、朱雀天皇のことは本天皇と呼んで。朝廷を否定するものではない、ただ関東は関東で独立したいだけ、と。元上司の藤原の忠平さんにも知らせてるよ。ふむ。倒した国士だって、生かしたまま追放してるからね。そうなのね。でもここまでの話だと、なんか行き当たりばったりに見えるよね。それで一説によると、当時の東国の民衆は、権力者の収奪に苦しんでいたんだと。それから、ちょっと前になるけど、915年には、十和田湖で、日本有史以来最大の噴火が起こってるそうだよ。湖なのに。カルデラ湖なので、延暦寺の僧侶が書いた、不走薬記にも記録が残ってるけど、灰が降って、二寸も積もった。と。ええ？青森の噴火で、京都に灰が二寸も積もったって、とんでもないね。朝日が月のようだったとのことなので、空も暗くなってたんじゃないかと。まあ正門さんが暴れる、20年も前のことだけど、これで、東国は、作物の生産量も下がって、民衆は苦しんでたんじゃなかろか、と。その上、収奪も厳しかったので、正門さんに期待が集まって、正門さんの性格からして、その期待に応えないわけにはいかなかった、と。うむうむ。だからかもしれないけど、農閑期が終わると、家来の兵士の大部分を、自分の家に返してるよ。おう。でもそのせいで正門さんは追い詰められてしまう。朝廷ははいそうですかとは言わないよね。まず朝廷から神社やお寺に、朝仏の祈祷を行うよう命令が下ります。朝仏。朝廷も、大元帥法という、宮中のみに許された祈祷を執り行うよ。大元帥明王に祈るやつね。それから、天皇の密局で、官庁というお坊さんが、空海作と伝えられる不動明王像に体を奉じて、京都からはるばる下総の国へ。そこで、正門朝仏の祈祷を行うよ。ちなみにこれが、成田山新勝寺の始まりになってるそうな。そうなのね。もう一体は、山王山不動院にあるよ。ふむ。まず、霊的に総攻撃するっていうのが面白いね。ちゃんと、人間の軍も送るよ。あんまり活躍しなかったみたいだけど。ふむ。まあこの祈祷の影響で、正門様を祀る、筑戸神社や神田神社の氏子さんは、成田山新勝寺にお参りしたらたたりが起こる。なんて話が出てきてしまったので、神田神社がわざわざ、お参りしてもたたりは起こりませんって、否定したそうだよ。正門様はそんな心狭くないぞというわけかな。そうかもねー。で、正門さんは、兵士の多くを自分の家に返してしまって、兵力激減しちゃったんだけど、そのチャンスをつくのが、いとこの平貞盛さんかな。うむうむ。まあ貞盛さんから見れば、父の仇、だからね。でも貞盛さんだけじゃ心もとない。そこで強力な味方が現れるよ。田原の遠田さん来た。やっぱり超人の相手は超人がしないと。うむ。この藤原の秀里さんが仲間になって、平貞盛さんも元気100倍。結局、正門軍は400人くらい。それに対して、秀里貞盛軍は3000から4000で、最終決戦になったようだよ。最大で10倍の違いか。それでも正門軍は強くて、追い風を背に攻め立てて。連合軍の方はほとんどが逃げ出し、残り300くらいになっちゃったそうな。そんな兵力差を蹴散らすとは。
恐るべし正門さん。ただそこで、急に風向きが変わって、踏みとどまった連合軍の精鋭たちが、必死で反撃。それが、最前線で戦ってた、正門さんの頭に命中してしまったそうな。なんてこった。誰が言ったやかわからないけど、藤原の秀里さんが、こめかみを射抜いた、というお話も残ってるよ。ふむ。そして正門さんの首は、都に送られて晒し首になったよ。普通ならそれで終わりだね。もうちょっとだけ。っていうか、かなり続くんじゃ。まず、正門さんの強さの秘密だけど、こんな記録が残ってるよ。ほう。アニメに出てきそうな超人だね。まあこれをこのまま信じてもいいんだけど、あえて現代人風に解釈するなら、まず一つ目は、文字通り、鉄を豊富に持ってたんじゃないかと、考える人が多いよ。ほう。正門さんのお母さんは、製鉄に関わる士族出身だし、正門さんが勢力を持っていた、鬼怒川流域は、砂鉄が多く出て、タタラバの遺跡も多いよ。そうなのね。で、鉄が豊富にあれば、いろんな装備や武器も作りやすくて、それこそ鉄心になれるんじゃないかと。日本刀の起源は、蝦夷の蕨手刀だという説もあるし、まっすぐな直刀から、反りのある腕刀に変わるのは、正門さんの頃だから。蝦夷と接する機会が多く、かつ、鉄を豊富に持つ正門さんたちが、優れた日本刀を開発していたとしてもおかしくはないよ。ふーむ。まあ武器と鎧に鉄を使って不死身の鉄心となったと。で、身長七尺は？きっとオーラで大きく見えたのでは。または本当に身長210センチ以上あった。ふむ。次の七人の影武者というのは、こっちにいたと思ったら、もうあっちに現れた、どうなってんの？ということで、要するに移動が早かったんじゃないかと。ふむ。関東は両馬の産地で、その馬をうまく活用したんだね。馬だけに。そうだね。まさに早きこと風のごとしだよ。で、三つ目の、常に追い風が吹く、ということだけど。弓矢の打ち合いで超有利になるね。うむうむ。これは、しっかり天候を読んで、戦う場所を選んでたんじゃないかと。それでいつも魔法のように追い風が吹くのね。でも最終決戦では、途中で風向きが変わっちゃったんだけどね。そして例の伝説だけど、正門さんの首が、都に送られて、晒し首になってしまったけど、いつまでも目を見開いて、歯ぎしりしてるかのようだったと。で、ある時、歌人が読んだ、こんな歌を聞いて、突然笑い出したかと思うと、天地明動して、正門さんの首は、胴体目指して飛んでいってしまったと。それで首が落ちた場所が、現在の正門塚だと言われてるよ。伝説によると、早くも940年に、地元の人が首塚を作り、それでもたたりがあるということで、14世紀初めにター神教という、一辺さんの後を継いだ自習のお坊さんが、正門さんに、善阿弥陀仏という法号を送って、さらに近くの神田明神に祀ったそうな。踊り念仏の自習ね。うむうむ。で、時は流れて大正時代。ずいぶん流れたね。関東大震災で大蔵省庁舎が燃えちゃったので、正門塚を撤去して、そこに大蔵省仮庁舎を作りました。そうしたところ、現役大蔵大臣が急死、さらに建築関係者十数人が次々と急死、怪我人も続出。その上、大蔵省に落雷。それで大蔵省は、仮庁舎を撤去して、正門塚を作り直しました。おう、すごい。次に戦後。GHQ が、駐車場が必要ということで、正門塚をブルドーザーで潰そうとしました。そうしたところ、突如ブルドーザーが横転し、運転手が亡くなりました。その後も事故が続いたので、とうとう GHQ も正門塚取り壊しをやめました。おう。ただこれについては、おう？2014年8月16日放送の NHK 総合、限界頂上ファイルの調査によると、まず、確かに、大蔵大臣の早見誠司さんが、就任3ヶ月で亡くなってるんだけど、亡くなったのは、正門塚取り壊しから、3年近く後なので、取り壊しにはあんまり関係ない人か。取り壊しの時に大蔵大臣だったと見られる、正田和江さんという方は、戦後まで生きてらっしゃいます。ふむ。それから、関係者が連続して十数人も亡くなったら、とんでもない大事件だけど、当時、そういう新聞記事は残ってないとのこと。あと、落雷は正門塚取り壊しから17年後なので、これも関係あるとは思えないと。ふむ。で、大蔵省へのたたりの記事が、初めて出てくるのは取り壊しから5年後だそうなので、その時に、早見蔵省の死亡に、おひれをつけて、マスコミが捜索したんじゃないかと。まさに都市伝説か。もちろん、実際にあったけど、記録が見つからない、という可能性もゼロではないけど。次に、GHQ の件については、ブルドーザーの事故は、当時の記録としては見つからないとのこと。
初めて出てくるのが、1968年に出版された史跡証文塚の木とのこと。1968年。だいぶ後なんだね。その後の事故多発というのは、その書籍にも書かれてないとのこと。結局、GHQ を止めたのは、遠藤正蔵さんを中心とする、地元の人たちの粘り強い働きかけらしい。まあそれは広い意味での正門さんの力だね。そうだね。明治時代に、神田明神の本殿から、正門様は外されるんだけど、その時もたたりなんてなかったわけだから、正門様は優しい神様なんだよ。困ってる人に頼られると、つい助けちゃう人だったし。そうだね。ということで、今回は長くなったので、即撤退。ふむ。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。